音声合成と生声の境界線。先日音声合成で話題になっていたトピックがあったので調べてみたところ、マイファミリーというテレビドラマの電話の音が音声合成だと思っていたら人の声だったという話でした。人の声だと思ってたのに音声合成だったというのは、ボイスピークをはじめとしてよく聞くようになりましたが、その逆は珍しいですよね。その合成音声だと思われていた音声を発していたのは声優の一龍斎貞也さんという方だったそうですが、お風呂が沸きましたという耳なじみのあるフレーズを担当されている方だそうです。この一龍斎さんがインタビューでお話になっていた中で、聞き取りやすい機械音を目指しているというフレーズがありました。これはゆっくりボイスとして知られるアクエストークを作成しているアクエスト社の目指すところと全く同じなんですよね。必ずしも人の声に近いほど聞きやすいわけじゃないという主張はマイナーなものだと思っていましたが、意外とそうじゃないのかもしれません。あえてポジショニングマップを作るならこうなるでしょう。この全てが仕事や商品として成り立ってるわけだから、世の中では場面に応じていろんな声が求められてるってことがわかるね。今回の一龍斎さんの声に関しては、とにかく電話の声が怖い、トラウマになりそうなゾッとする感じ、脅迫電話の機械音が怖いなどなど、様々なコメントが寄せられているように、怖さを強調する役割があったようです。そういえば脅迫状も古典的なもので言えば、新聞紙の切り抜きで作るものがありました。これの不気味さも本来の文字と違って、大きさや背景色がバラバラなところから来ているんだと思います。同じように人間の本来の声と区切るところやアクセントが違うと、ぐっと恐怖が増すのかもしれません。しかもこの場合は人間が演じているのに人間の本来の声と違うわけですから、より一層そういう不気味さが演出できるのかもしれませんね。中にはお風呂で追い炊きをしたら思い出すから、もう追い炊きできないなんて人もいるそうだね。お風呂ボイスは恐怖感とは真逆で、当時の機械音が無機質すぎてリラックスタイムには合わないから、機械音に近くとも温かみのある人の声でというコンセプトで開発されたらしいんだけどね。それで言うと合成音声のクオリティも上がったわけだから、逆にお風呂の案内とかも今後は合成音声にも役目が回ってくる可能性もあるよね。うん、その可能性も十分にあると思う。ということで、ここからは機械音でも温かみのあるお風呂が沸きましたを目指して作ってみることにしましょう。まずは普通に行ってみよう。お風呂が沸きました。別に違和感はないんだけど、もはや機械音感がないんだよね。株式会社ノーリツのこの音の開発秘話によると、耳の不自由な人なんかにとってはお風呂は事故の起こりやすい場所でもあって、生活音に音が溶け込まないようにというコンセプトで開発されたらしいんだよね。でもこれだと逆に人の声に紛れてしまう感じがしちゃうな。仕方ありません。抑揚を調整してみましょう。ボイスピークでは抑揚に関しては自動調整できないので、手動で変更していきます。音程がおかしくならない程度に調整していきます。それでは改めて言ってみます。お風呂が沸きました。なんか違う。ただちょっと暗くなっただけというか、浴用とかじゃなくて声質とかなのかもしれないね。仕方ありません。本来この動画ではできるだけボイスピーク以外は再現が簡単に可能なように無料ソフトを使うようにしていたのですが、今回は有償ソフトの機能を使っていきます。
今回はフィモーラについているノイズ除去を使っていきます。この機能は本来生声で動画制作をしている人が唾の音等のいわゆるリップノイズを除去するために使います。除去の強度が3段階になっています。常に一番強いのを使えばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、ノイズを除去するということは声の人間らしさのようなものもノイズ判定されて削られてしまうんですよね。人の声でやると声が遠くに聞こえるような感じになったりもします。そこであえて最も強い設定でノイズ除去を使うことでボイスピークに付加させられている人らしさの要素を除去できるんじゃないかということですね。せっかく人らしく聞こえるように調整されているボイスピークを使ってるのに、それの人らしさの部分をあえて削るだなんて、もうやってることわけわかんないね。まあそう言わずにやっていきましょう。そして出来上がったものがこちらです。お風呂が沸きました。まあ確かにちょっと違う気がするけど、あんまり違いがわからないな。そこで先ほどのノイズ除去の上にあったイコライザーをいじってみましょう。これは簡単に言えば音質を変えることができるものですね。本来は音楽に使うものですが、いくつか試してみましょう。このような形で曲調に当たるものを変更していきます。まずはポップから聞いてみましょう。お風呂が沸きました。確かになんか近くなった気もするけど、元のを忘れてしまったぞ。それでは一旦音声部分だけで比較してみましょうか。お風呂が沸きました。お風呂が沸きました。お風呂が沸きました。おお、意外と結構違ってた。せっかくなので他のやつも連続で再生してみましょう。お風呂が沸きました。お風呂が沸きました。お風呂が沸きました。ローバスなんかは結構それっぽい感じがするな。はい、こんな感じでちょっと機械音感を表現したり、遠くから音が聞こえている感じを出したりすることはできます。音質の部分ってボイスピークだけではどうしても変えづらい部分なので、このように編集ソフトで加工する形で表現しているわけですね。イコライザ自体はフリーでもいくつかあると思うので、やろうと思えば誰でもできると思います。例えば個人制作でアニメやラジオドラマを制作している人であれば、心の声が聞こえるようなシーンの演出でわざと遠くから聞こえるような加工をかけてあげるって感じです。ボタン一つで雰囲気が変わってしまうとは、なんて便利な世の中なんだ。本当はそうしたイコライザの機能に加えて、感情設定やピッチや速さなんかのボイスピーク側の機能も組み合わせると、もっといい感じの雰囲気が出たりもするんですが、今回は本題からどんどん逸れていってしまいそうな気がしたので、イコライザによる加工のみに止めておきました。他の機能と併用していろんなシーンに合うものを作る加工はまた別の機会にさせていただこうと思います。あ、そうだ、本来はいい感じのお風呂が沸きましたを作りたかったんだもんね。はい、ということで最後に私一押しのお風呂が沸きましたを流して終了としたいと思います。では、いきます。お風呂が沸きました。今日この動画だけで何回お風呂沸いたんだろうね。ということで、最後までお風呂の沸きに付き合ってくださった皆様、ご視聴大変ありがとうございました。これまでの動画でボイスピークだけでできることは大体取り上げてしまったので、今後はこうした外部ソフトの機能を使ったことも取り上げていこうと思います。よかったら高評価やチャンネル登録もしていってね。それじゃまたね。バイ。